今夜は古民家イタリアンでワインが進むソロ活。モーリアナ、鹿児島市名山町へ。あ、ここか。ジェンティーレ。すごい、外はレトロですね。こんばんは。一人なんですけど。どうぞ。ありがとうございます。おしゃれですね。ありがとうございます一人でも気軽に創作イタリアンが楽しめるジェンティーレ。早速、一押しの肉料理を。大きい。ナポリポークを使ったスペアリブですね。このインパクトは知ってもらいたいかな。美味しい。ありがとうございます。柔らかいですね。食べた瞬間にジュワーッとお肉の脂が、臭みもなく、うん、脂身がやっぱり美味しい特徴というか、だからすっきりもう食べやすくて、味付けもスパイスが効いてますね。そうですね、ハーブ系をちょっとローズマリーとかタイムだったり、うん、やっぱりバルサミコとちょっと蜂蜜使って、うん、肉質も柔らかめにっていう感じで。お酒にも合いそうですね。そうですね、もうお酒とも相性抜群なので。では赤ワインを。イタリアのイルマイオーロっていう赤なんですけど、結構生き生きとした果実味とか、もうひなもりポークの脂身と、それで赤ワイン流し込んでもらえれば。うん、美味しい。で、すごくフルーティーですね。ですね、甘さもあるので少し、はい、だからお肉の脂と合いますね。めちゃめちゃ相性いいと思います。いい組み合わせですね。いや、ありがとうございます。とあと夕方なんか日が落ちる頃の外の風景とか、はい、すごくなんか昭和感というか、うん、レトロな感じが、まあ、本当に落ち着く感じがあって、まあ、そういうのってすごく好きで、これが夜になると、はい、もう余計ワインが進んじゃいます。